走で行く1週間ママチャリ566キロの旅、2日目御殿場駅から JR 静岡駅に向けて、出発したいと思います。86キロかな、まあ、とりあえずこっちの方はねカメラはあの素材としてまた残していくので出発していきたいと思います。じゃあ昨日はやばかったな。なんだかんだ生きとったね。よかったよかった。しかし寒いな。じゃあ出発しましょう。うわ体が痛い。もうああ。しょっぱなからこれ痛いよ。昨日の失敗を今日繰り返さないために今日はねコンタクトもつけてません。でメイクも裸眼でやってます。で髪も地毛です。本日静岡で会える方がいらっしゃるかもしれないので、もう今日は早く出てます。スムーズに行けば5時間で着きます。普通に歩いてても目にすることができないようなトンネルとか山道とかね、お見せできたんじゃないかなと思います。うわーマジかマジか、見てこれ見える、え富士山やん。 JR 静岡駅に向けて、爆走中です。しょっぱなから痛い、もう痛いのレベルじゃないよねこれ。もう動けへん、ごめんね。もうね多分うがうが言ってるもんけど、何やろこの音、滞在先のホテルものすごく高温やったよ。おなんかこんなとこで食べるご飯っていいな。ちょっとご飯休憩しよっか。今富士山の近くにいます。あ、いただきます。本当に贅沢や。さあ当分、ここの通りを走っていくので皆さん見ていてくださいね。無理やな、もうこれ以上は無理や、さすがに無理。なので今日でたった2日しか経ってないけどもうこの企画はやめます。朝はまだないけるかもしれん。スケジュールがタイトすぎた。もし我慢して無理に続けてもこれはね大怪我すると思うし、ちょっとこれも無理やわ。でもね、やめ時は肝心やな。はい、無事に静岡駅に着きました。いやしかしほんまに残念でした今回の旅、ママチャリ旅。いやほんとやめるつもりなかったんですけど、もうやめないといけなかったですよね。うん、あの僕がもう多分体ズタボロだったんで。2日目までは着きました。1日目の新宿から御殿場で、2日目の御殿場から静岡駅まで、ちゃんと着いたんですが、 あまりにちょっと身体のその不調が激しすぎて、でもう今ですらもうちょっと歩けない状態なんですよね。折れたとかではないんですけど、もう引きずって歩かないといけないぐらいかなり深刻で、もうこのまま行くともう怪我するし、
まず5日のその僕の交流会のイベントもうこんなもんできないと思うしね。で6日のライブなんてそのわー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 って動いたりも絶対できないから無理だって判断しました。ただもう告知しているので明日の浜松から次の名古屋そして伊賀そして大阪っていうのはもう電車で行こうと思います。まあ皆さん現地にね来てくれたりもしてるんですよ。いろんな各エリアで来てくれたりしてるんですけどやっぱこうあってもね僕がもうぐっちゃぐちゃやからボロボロやから見た目もだからもう会いたくないんじゃないねんけどなんかもう合わせる顔がないというね。そんな感じでまた次浜松明日よろしくお願いします。